アイテム番号 SCP-411JP。 オブジェクトクラス DARS。 特別収容プロトコル SCP-411JP はサイト8181の低セキュリティ区画を自由に歩き回ることが許可されています。3ヶ月ごとに SCP-411JP が儀礼に用いる物品設備の提供を行ってください。SCP-411JP がサイト外への移動を試みた際は、罰則として非致傷性の手段によって鎮圧、拘束してください。SCP-411JP との物理的接触を希望する場合、レベル4以上のスタッフ3名による承認が必要となります。説明、SCP-411JP は40代の男性のように見える。身長 1.91 メートル。体重 79.6kg の人型生物です。肌の色は暗褐色で、白色と赤褐色の文様に覆われていますが、これは先天的なものであることが検査により判明しています。SCP-411JP の知能は平均的な成人と同水準ですが、未知の手段によって対話者の使用言語1を流暢に話すことが可能です。SCP-411JP は、落業、と称し、負傷及び高負荷の伴う儀礼2を長時間行いますが、儀礼の実行に支障をきたす負傷、疾患は現在まで確認されていません。SCP-411JP の特異性は、人との皮膚接触を介して発露します。SCP-411JP の皮下組織はわずかな圧力に対し即座に反応し、極小の針状組織を形成すると同時に表皮へと露出させます。針状組織は接触対象へと容易に食い込み、未発見のリゼルグ3誘導体3を放出します。この成分は対象のポリモーダル受容器を極限まで活性化させ、想定し得る最高強度の疼痛を発生させます。SCP-411JP はこれらの事実を明示することで対象を誘惑し、再三にわたり皮膚接触を促します。SCP-411JP は2004年、9月、13日に与那国島で、再発見、され、サイト、8181に移送されました。2004年、1月、30日付の財団アーカイブに以前の収容サイトへの言及が見られますが、広範にわたりデータが破損しており、当時の状況を把握することは非常に困難となっています。参考までに、当時の報告書の復元データを記載します。アイテム番号 SCP-411JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別種データ破損 P は昏睡状態に置かれ、 I5 サイト81の機密収容ユニットに収容されています。ユニットの保全に携わる職員はレベル A のハザデータ破損な助手見を受ける必要があります。いかなる場合であれ SCP-411データ破損、SCP-411JP は栄養補給を必要と、データ破損、霧に凍結されています。説明、SCP-411JP は基地のいかなる人種とも起源、データ破損、滑りな対話を可能にしています。SCP-411JP の特異性は、人による皮膚接触がなされた際に発露します。SCP-411J、データ破損。対象の皮下に未知の組成を有するリゼ。データ破損。小の通覚は鋭敏化し、極度の、データ破損。らの効果について自ら述べ、対象に皮膚接触を勧告します。当然ながらこの試みは失敗に終わり、データ破損。類とは不明です。追記。1999年、7月、4日。SCP-411JP が分泌する発痛増強物質。以下、SCP-411JP、A と呼称、は、苦痛の増大に伴って生産、データ破損、学位生体は高い揮発性を示しており、標準気圧下に、データ破損、両腕大脳球皮質に深刻な変異をもたらします。付属文書 411JP、B を参照、この性質が判明。データ破損、名が終了され、特別収容プロトコルが改定されました。
追記、2004年1月30日、SCD、データ破損、違反が発生。直ちにサイト全域が封鎖され海水の注入。データ破損、予測される。データ破損。この記録のみならず、当時存在したあらゆる記録からは、生物が、死、や、苦痛、といった本来尊ばれる要素を忌避する傾向にあり、それらをもたらす超自然的オブジェクトを脅威とみなしていたことが伺えます。この異常な認識が有史以来、あるいは戦死時代から共有されてきた背景には、特大規模の CK、クラス再構築イベントを引き起こす実態の関与が疑われています。2004年1月30日以降、正常な価値観は愛護サイト群を中心に徐々に再獲得されていったと判明しています。その地理的座標と当時の記録から鑑みるに、この再獲得には SCP-411JP が大いに寄与していると結論付けられています。価値観の正常化は20年4月9、27日に完了しましたが、王5評議会4の決定により外部の価値観は再度異常な状態に置かれることとなりました。ほい、2014年10月13日、滝行の最中であった SCP-411JP が突如として不明な言語で叫び始め、敷地外への脱出を試みましたが、SCP-411JP は間もなく取り押さえられ、インタビューが実施されました。インタビューログ、411JP、3。対象、SCP-411JP。インタビュアー、B510。記録開始。B510。それではインタビューを開始します。SCP-411JP。あなたがあのように取り乱した理由をお聞かせ願えますか？ SCP-411JP、どうなっている？私はいつまで、いや、そもそもなぜここに収容されている？ B510。あなたが苦痛を振りまくアノマリーだからです。他に理由がありますか？ SCP-411JP4 が苦痛を振りまく。それは連行ではなかったのか？ B510。もちろん、連行ですよ。尊敬に値します。あなたのおかげで我々は正しい道を歩めるようになりました。故にあなたには特例として神の真意、ダース、のオブジェクトクラスが割り当てられているのです。SCP-411JP ならば閉じ込めておく理由がないだろう。全く話が見えてこない。B510 が肩をすくめる。B510、よろしいですか？SCP-411JP、むごたらしい、死、は、苦痛、は、尊いものにこそ与えられるべきなのです。決して、配り歩いて良い代物などではありません。SCP-411JP、不明瞭なつぶやき。B510、かつての我々は、愚かにも、あるべき姿とは真逆の存在でした。アノマリーと接する者の地位は低く、一切の接触を避ける不心得者が組織を管理していました。SCP-411JP 嘆かわしい限りな。B510、同感です。神の恵みが先民の一存で運用されるなどと、全くもって嘆かわしい話です。そこで我々は、あなたのようなアノマリーを独占し、楽園を築き上げることにしたのです。SCP-411JP、沈黙。B510T710 ミーム媒介の開発には14ヶ月もの時間を要しました。そして外界は、死と痛みを恐れる愚かな民で満たされました。死を施す者は死をもって罰せられる。死が罰則とは、何とも狂った世界です。それでもなお、他者に死と痛みを施す者が現れました。外界で、死刑囚、と称されていた人々は、この楽園に招かれ、神義官、の称号を授かりました。SCP-411JP、お前もその神義官か。B510、
ええ。私は最高人技官の一人です。我々の責務は、アノマリーを不浄なる、から守り、この苦痛の楽園に永劫の繁栄をもたらすことです。至上の死を確保し、極上の地獄を収容し、無常の悪夢を保護する。そのために財団は存在しています。方針は違えど、確保、収容、保護の理念は昔も今も変わりありません。SCP-411-JP 繁栄する必要がどこにある？矛盾しているだろう。そうな、お前たちは今や死の苦痛を恐れている。ミームが異界とやらで恐怖を取り戻した。違うか。三文芝居はもうやめろ。いつからな？最初からなのか？ B510 が椅子から立ち上がり、SCP-411-JP の腕をつかむ。直後、B510 は激しく痙攣を始める。B510、我ら賜りしすべての神躯に万代不益の祝福を、清めるは毒、潤すは炎、飢えを満たすは花り。我ら賜りしすべての神躯に万代不益の祝福を、蝕むは骨、焦がすは血肉、刻むは五臓六腑なり。祈祷は90分間続けられた。B510、失礼、つい脱線を。さて、あなたをここから出せない理由は先ほど述べた通りです。他に何かありましたらどうぞ。SCP-411-JP、今すぐ死んでみせろ。死んでしまえ、狂人ともめ。B510、それはできません。第一、人類が真っ先に死へと飛びつく存在であったならば、T710 ミーム媒介を開発している間に死に絶えていたはずでしょう。SCP-411-JP ではなぜな？なぜお前たちは、文字通り、尊い犠牲になろうとしない？ B510、わかりませんか？ほら、よく言うでしょう。B510 が満面の笑みを浮かべる。B510、楽しみは最後まで取っておくものですよ。記録終了。チャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。